陸上成功ゴールデングランプリ2024年5月19日東京国立競技場写真男子100メートル予選スタートするサニブラウン男子100メートル決勝が行われ昨年の世界選手権6位のサニブラウン・ハキームトーレのパリ五輪代表内定はお預けとなった予選は2組に登場し10秒07追い風1メートルをマークし決勝に進出していた 国立の監修の視線がサニブラウンに集まる。100メートル決勝。しかし、スタートから出遅れたサニブラウンは、序盤からスピードに乗ることができず。最後まで伸びることなく、失速しながら最後は流すように8位でゴールした。国立競技場が騒然となる中、タイムは10秒97。レース後サニブラウンは、釣りそうな予感はあったけど、いけるかなという感じだった。 12から13メートルぐらいでふくらはぎがつった、と明かした。優勝は柳田大樹、東洋大、で10秒21だった。サニブラウンだけでなく堺もレース中にアクシデントに見舞われ12秒34の急着でフィニッシュ。レース後に右内転筋と両ふくらはぎがつった影響だと語った。 日本陸連の選考基準で、昨年の世界選手権入賞者のサニブラウンはパリ五輪参加標準記録の10秒00をクリアすれば、出場権を獲得する状況で今大会を迎えていた。9秒97の自己ベストを持ち、前日の会見で、タイムは予選から標準を切るぐらい出していければ、と話していた。その上で、9秒台は、気づいたら出ているかな、という感じでやってきている。 明日出せたら良いなぐらいで、あまり気負わずに行きたい、と続けていた。